ママチャラのお時間がやってまいりました。見てください、岩手県にある達国の岩屋毘沙門堂に来ています。ここね、ちょっと珍しい、岩から突き出てるものがあるんで、まあ見に行きたいと思います。達国、これ読めないよね。達国の岩屋っていうの。石だよ、石。石。これすごい。ちょっとね、中撮影禁止だったから映せなかったんだけど、これあるでしょ、この下空洞になってて、あそこがこう、だいたい今床なんだけど、仏像、大仏、なんて、神様みたいの。そこの、こうなってんの。屋根がこうなってる。で、真ん中に、で、そこ中覗くと、上全部岩なの。だからこの木造の木の屋根がないの。岩なの。で、両サイドもこうなって、岩がこう飛び出てきてる感じ。あ、建物の中に岩があるって。岩が入ってきてる。すごかった。本当あのね、見せたかった。だから多分、こう、やっぱりこう、岩の形の中にぐっと建物を入れた感じ作って。で、岩が出っ張ってるところを屋根代わりにしてるって感じだったの。だから明かりが少し差してきてて、これはすごい。なんか夜のさ、照明ライトかなんかつけたら綺麗だよね。もうなんか神社が神社じゃなくなってしまうかもしれないけど、これはすごいでしょ。本当にね、生の目で見てもらいたい。岩の中にくっついちゃってるっていうかね、岩から飛び出てるっていうかね。もう岩手県に来たら、ちょうどね、宮城と岩手のね、まだ境目ぐらいなので、関東から行けば岩手の手前なので、ぜひ生の目で見てほしい。来てみて。じゃあねー。